はいどうも、バッテリーのない僕です。早く充電しないとね、まだ画面が真っ暗になるとか、動画が撮れてないとかね、そういうお話になるので気をつけて1分でまとめよう。今回はですね、暗黒さんがやってた暗黒ウォーキング、8月のですね、いつだろう、3日4日ぐらいやってたのかな、もうちょっと後かな、5、6か、まあ、3、4、5、6ぐらいでやってたんですよ。なんかね、60時間歩いてるとか言ってたんで、2日やったんです、2日じゃないわ、3日やったんですかね、どっか途中で60時間っていうのを見たような気がするんで、あれですけど、それをですね、1秒も見なかったよっていうお話をですね、してみたいと思います。僕はですね、もうニコ生というものはですね、ほとんど見ることがなくなってしまいました。そうですね。なんか、昔はですね、みんなの遊び場みたいな雰囲気があったんですけど、暗黒さんは、市議会議員になり、熱さんは市議会議員、区議会議員か、品川区でしたね。品川区議会議員になり、よっさんはふわっちで荒稼ぎ、野田総理は、ツイキャスでボロ儲けみたいな感じかな。野田ってちょっとよくわかんないけど、あんまりこう、多分ね、金はめちゃくちゃ持ってるんだけど、あんまり金言ってなくて結構余裕なので、やつが生き残るのかなみたいな印象を少しだけ持っておりますが。でね、暗黒ウォーキングって割とね、すごくてですね、昔暗黒さんが歩くよって言うと、もう他の人が放送できないぐらい、そこに人が集まっちゃうんで、ものすごいことだったんですけど、見なかったですね。個人的にはその、暗黒さんはですね、市議会議員になったところで、お金に命を売ったみたいなことを言われて、まあ僕もまあ若干そう思うかなと。まあ立花隆に口説かれたとはいえ、そういう状態なのかなというのってね。あとその、マスクを取ったっていうのが結構大きいと思いまして、結構なネタだったはずなんですよ。だけどあれをこう、取ってですね、マスクを取ってすだれをさらしてですよ。すだれをさらしてから、そのすだれの話題もですね、盛り上がったんだけど、やばい、もう終わりそう。まあ、とにかくですね、個人的には暗黒さんの魅力はですね、以前のですね、10分の1ぐらいもないのかなと。だけどね、コメントは走ってるんです、らしいんですね。だけどね、ニコ生はもうオワコンもオワコンで、なんで続いてるのかちょっと僕的には理解できないぐらいなんですが、特にスターも上がってきてないようなぐらいの気もしますしね。はい。今回のまとめはですね、暗黒さんがまた配信で食っていくような感じで、決意のですね、決意の暗黒ウォーキングだったんだけど、僕は見ませんでしたよっていうご報告をですね、しておきます。以上です。